霊夢、体調には困ったもんだぞ。本当ですよ、自分勝手な方です。はあ、序盤の人手の少ない時に、面倒な建物を建築するとか信じられないぞ。もっと他にやることはあるんですけどね。とにかく祈るんだ、体調が更生しますように。フランさんのつまみ食いがなくなりますように。おい、なんか違うぞ、裏切り者を。おい、マリサ隊集合しろ。行きましょう。お前たち、集まったな。今日から夏になるが、皆の力を合わせて研究棟を完成させようではないか。この規模だと最低でも5日は必要ですかね。皆さん、暑いので水分補給はこまめにしましょう。隊長、でもサイサイリンが今にも攻撃してきそうなのに、研究棟に時間をかけて大丈夫ですか？もっと防衛を強化した方がいいぞ。ふふ、そこは安心しろ、私もそこまでバカではない。何か考えがあるようです。すでに防衛設備と養炉の研究が終わっているのだよ。へえ、これならいつでも新しい防衛設備が製作できますね。確か補強された扉でしたよね。鉄で強化した頑丈なやつだな。うむ、もし今の扉で苦戦するようなら、すぐに補強された扉に変更すればいいだけだ。所詮はひとまずこのままで様子を見るつもりですか。しっかり準備しているようなら問題はなさそうです。それとフランよ、石灰石が倉庫を圧迫してきている。石灰石用の地下倉庫を用意するため採掘を急ぐのだ。今やってる最中なんだぞ。へえ、地下に石灰石を保管するんですね。地上でもいいような気がしますが。おそらく地上に置くと見栄えが悪いからですよね。うむ、それに地下にある石灰石を採掘すると、おのずと倉庫が完成するのだよ。採掘しながら倉庫を作っていくんだ。今後必要なので大量の石灰石を確保しましょう。フランさん、採掘を頑張ってくださいね。よし、お前たち、それでは研究棟の完成を急ぐぞ。あれ？ようやく全工程の3分の2が終わりましたか。今日で3日目ですが、やはり建築が大変ですね。デザイン起こると、わざわざはしごを用意しないと建築できなかったりするからな。でもこの調子なら明後日には完成しそうだな。ビールドリックさんが建築に参加したため、かなり早いペースで完成できていますよ。まだまだ未熟者ですが頑張ります。うむ、マリサ隊のメンバーとして精進してくれ。そういえば隊長、現在冬に向けて少しずつ食料を確保しています。自生しているキノコや木の実を集めているんだ。積極的に狩りもして、お肉も確保しておいてくれ。よい。ひとまずは研究棟の建築を最優先に動きますね。ああ、まだまだ建築したい建物が待っているからな。みんな、人の気配がするぞ。すみません、どうか一晩止めてもらえないでしょうか。むむ、これは旅人のようだな。大丈夫ですか？どうも体調が悪そうですよ。風邪をこじらせたようでして、少し休めば治ると思います。体調、どうしましょう？困っているものは放っておけん。そこの旅人よ、完治するまで止まってくれ。ありがとうございます。それと申し遅れました。私の名はカサンドラです。カサンドラちゃん、この場所は安全だからゆっくり休んでくれ。我々は王国の兵士であるマリサ隊です。ゆっくり王国の最強部隊じゃないですか。この地の平和を守るため、現在築城の任務に当たっています。なるほど、そういうことですか。とにかくカサンドラに食事を与え、しっかり静養してもらうぞ。私が看病を担当します。このご恩、一生忘れません。やはは、困ってたら助けるのは当たり前だぞ。何かあれば気軽に言ってください。よし、全員集合したな。お前たち、今日は嬉しい知らせがあるぞ。カサンドラちゃんの風邪が治ったみたいだな。無事完治してよかったですね。嬉しい知らせというのは、カサンドラが新隊員として加入したことだ。おお、本当ですか。でも旅をしていたのではないですか。もともと当てのない旅でした。助けられたご恩もあるので、ぜひここで皆さんのお手伝いをさせてください。やったー、もちろんだぞ。一緒に頑張りましょう。能力値としては植物学が非常に優秀だ。拠点の農園管理を任せようと思う。期待に応えられるよう努力します。よろしくお願いします。そういえば隊長、研究棟が完成したんだぞ。研究作業台も移設し、本棚もしっかり設置していますよ。おお、ようやく完成したか。こちらに年代機もすべて移動しているため、かなり倉庫がすっきりしました。ふむふむ、なかなか良い感じになったな。これもすべて皆の頑張りのおかげだ。隊長の自己満足のせいで大変でしたよ。もうやめてほしいぞ。おいおい、根に持つなよ。隊長が悪いです。これは擁護できないですね。こいつら連帯感半端ないな。隊長、それで次は何をするつもりですか？
石灰石の在庫が大量にあるので、石灰石ブロックの生産を開始しようと思っている。石灰石をそのまま利用するより、一度加工した方が耐久力が高い建材になります。城塞を建築する際は、絶対に石灰石ブロックの方がいいですよ。へぇ、そんなに違うのか。はい、確か倍以上耐久力に差が出ます。それに石灰石ブロックの方が、加工している分綺麗なんだよな。見た目もオシャレですよね。やはは、それは楽しみだな。お前たち、それと鉄鉱石から鉄の延べ棒も生産する、溶鉱炉を設置する場所を建築していくぞ。次は溶鉱炉ですか。やっほい、鉄の時代だぞ。事前に専用の建物を建築するんですか。うむ、簡単な雨よけ程度だがな。大腸の簡単は信用できないんですよね。まあ見てくれ、これが建築図面だ。へぇ、これか。確かにそんなに難しくはないですね。最大6基の溶鉱炉を設置できるスペースがあるぞ。それだけあれば十分ですね。よっしゃ、それじゃあバンバン建築していくぞ。この建物が完成したら、次は新しい隊員用の居住場所を建築する予定だ。ふっ、次の建築が本番だから覚悟しておけ。なんだか建築で忙しいですね。まあ今は不足している建物が多いですから。ポンポンちゃん、それで最後だ。これで溶鉱炉が完成です。やったー、終わりましたー。これからは、鉄や銀などの鉱石を加工することができますね。まずは鉄の延べ棒を優先し、防衛力強化に利用していくぞ。確か鉄は少しだけ在庫があったよな。うむ、それと拠点の西側に行けば大量にあるので、そのうち採掘を開始する予定だ。しかに鉄鉱石専用の倉庫を確保した方がいいですね。フランに任せろ、掘りまくってやるぞ。そういえばカサンドラよ、石灰石の加工はどうだ？マリサ様、現在石灰石レンガの在庫は400個程度です。ふむ、新しい建物を建築するには数が足りないか。次は早速新しい建材を利用するんですね。これは楽しみです。仕方ない、今日と明日は石灰石レンガの確保に専念するとしよう。隊長、私は鉄の延べ棒を生産しておきます。ある程度数が揃ったら補強された扉に交換しましょう。しかし隊長、サイサイリンの奴ら全然攻撃してこないな。私も思ってました、なんだか不気味ですよね。うーむ、前回の退却といい、間違いなく以前の奴らではないな。まあ平和なので建築が順調に進んではいるんですけど。やはは、攻撃してきたら捕虜にしていろいろ聞き出せばいいぞ。それが一番いいですね。くく、私が洗脳し全てを吐かせてやるわ。誰も隊長の洗脳から逃れることはできません。洗脳なんてできるんですか？ちょっと怖いんですけど。さて、もう20時か。お前たち、今日は早く切り上げてゆっくり休息してくれ。ありがとうございます。すごい殺気だ、敵は近いぞ。おい、貴様らがマリサ隊か。グヘヘヘ、正直に答えろ。ふん、我々はマリサ隊だ。お前たち、山賊か？知ったところで死ぬので関係ないわ。奴らを殺せば報酬ががっぽりだ。隊長、こいつら話して解決するようなタイプじゃないですよ。どうも戦闘は避けられそうにないです。サイサイリンの教会と思ったら山賊ですか。何が目的か知らないけど後悔させてやるぞ。野郎ども、一人残らず殺せ。奴らはたった7人だ。敵の戦力は15人で、こちらの倍以上いるな。砦に籠城すれば勝機はあります。マリサ隊の強さを見せてやるんだ。隊長、敵が攻撃を開始しました。よし、迎撃するぞ。山賊どもを蹴散らすぞ。隊長、敵は近接11人、遠距離4人の構成となっています。先に遠距離部隊を始末した方がいいですね。近づいてきた奴らは霊夢とフランでボコボコにするぞ。野郎ども、施設を破壊しろ。めちゃくちゃにしてやる。く、あいつら溶鉱炉を破壊するつもりだぞ。やめるんだ。これはもう絶対に許せないですよ。敵を捕捉、射撃を開始します。気にするな、扉を破壊しろ。敵の弓兵に気をつけてください。く、思った以上に手だれの山賊だぞ。しかも装備品がそこそこ良質です。なんなんだこいつら。これでも食らえ。うわぁ、隊長が負傷したぞ。私のことはいい、攻撃を続けろ。気をつけてください。最上階まで来ました。ここからは霊夢とフランの出番だぞ。鉄壁の防御を見せてやる。おいおい、嘘だろ。こいつらとんでもなく強いぞ。あいつら、俺らを騙したな。何をごちゃごちゃ言ってるんだ。かかってこんか。ふふ、敵は残り少数。これなら勝てるぞ。霊夢さん、気をつけてくださいね。所詮は山賊、私の防御は崩せません。敵を二人ずつ確実に倒していきましょう。いやあ、ダメだ、前衛が硬すぎる。隊長、
敵が敗走しています。勝ったぞに、逃げろ、退却だ。こら、最後まで戦え。お前たち、追撃は不要だ。それよりも怪我の治療を優先してくれ。隊長の傷はどうですか？ふ、傷はそこまで深くありません。これなら手当てすれば大丈夫そうですよ。安心しました。隊長以外は軽傷なので問題ないな。皆さん、敵に生存者がいますよ。私が対応する。ゲホ、俺はもう助からん。おい、誰の命令で攻撃してきた？お前たちだけの意思ではないだろう。察しがいいな。死ぬ前に答えるのだ。サイサイリンの、境界、だ、ぐは、貴様らは、絶対に死ぬ、大司教に狙われたのだからな。大司教だと、サイサイリンのボスですかね。やはりサイサイリンが関係していましたか。おい、その大司教は誰だ。大司教、ルーミ、あ。生き絶えました、ルーミアだと。山賊による襲撃を、見事に撃退したマリサ隊であったが、サイサイリンの境界が暗躍していることを知る。大司教ルーミア、一筋縄ではいかない強敵との厳しい戦いが始まろうとしていた。